ゆかりん。ゆかり様。自分の年を考えましょう。何か聞こえたような。気のせいですよ。おかしいと思ったら人に聞く。ああもう、うるさいわよ。今から実況するのよ。真面目にやりなさいよ。うん。それ無理。今回から実況していくレイムとプラスアルファよ。二次創作ネタや下ネタが飛び出すかもしれないけどオッケー？オッケーね。じゃ、行きましょう。名前はレイムで。ゆかりんはどうかしら。却下。却下。ダメよ。ノーよ、まだ何も言ってないぞ。言おうとしてたけどね。ところでレイム、あなたどこまでやったの？神田玉でならやったわ。そこからスーファミのアダプタの接触が悪くなっちゃって。つまり全部やれてないのね。ここで何を知るの？最初の性格選びね。ああ、そんなのもあったわね。乱射魔？どうしたチェン？このゲームで性格ってどんな意味があるの？それは性格によって強さや技を覚える速さが違うんだ。例えば、電光石火という性格。素早さが高いが他は伸びが悪いとか、豪傑だと力が上がりやすいとかがある。そうよ。だからここは重要よ。慎重に選んでいってね。わかったわ。ちなみにおすすめは？そうね。先ほど例に挙げた豪傑かしら。霊夢さんの性格どうなるかな？頑固者とか、幸せ者とか。意外にセクシーギャルとか。セクシーギャル？全体的にステータスが高くクリアするだけならこれに決まりね。あとは霊夢だからわがままとか。確かに。まあ、どの性格でもちゃんと育てていればクリアは可能よ。終わった？ここからが本番よ。これは、一匹狼のところですね。一匹狼？全体的な上がりのバランスがいい性格だ。まあ、そこそこ強い性格よ。ところでこれはどうするの？とりあえず話を聞いてみることね。そこの選択肢で性格が分岐するわ。ダメと言っておこうかな。よかったわね、レイム。個人主義。まあ、確かにな。寂しいの、レイム。なら私と。うるさい。一匹狼来たわね。私の可愛い霊夢。だと、何を言っているんだ霊夢は私の。お前こそ何を言ってるんだ。男の子。うるさい。とりあえず母親について言ってみるか。タンスや壺にはアイテムが落ちていることもある。だからこまめに見ていけよ。って言ったそばから力のため。
そういえばグラフィックが綺麗だね。下手したらプレステより綺麗かも。ああ、オープニングもすごかった。あんなに動くものなのね。名作と言われてるらしいからね。ドラクエ10よりこっちをリメイクして出す方が儲かる気がするわ。とりあえず城の王様に会いに行こうか。また間違われたよ。魔王バラモスか。そいつを倒せばいいのね。仲間か。とりあえずここのメンツは入れておこうか。あら、嬉しい。名前はゆかりんでお願いね。いい歳して。ああ。なんでもないよ。とりあえず酒場に行こう。そこで仲間を作ろう。オッケと、その前にここで一旦終わるよ。次の動画も見てくれたら嬉しいわ。では、ご視聴ありがとうございました。ドラクエ3始めていくよ。仲間も先に作っておいたわ。このメンバーでいけるのかが心配だ。勇者に武道家、遊び人と魔法使いという回復役が全然いないメンバーだからね。しかもゆかり、セクシーギャル。いいじゃない。意外に強いのよ。それにしても、このメンバー結構きついぞ。この体力のなさでバラモスを倒せるのか？大丈夫よ。体力がなくてもレベルを上げておけば勝てるわ。それでゆかり、どこに行けばいいの？そうね。とりあえず盗賊の鍵を取りに行きましょうか。盗賊の鍵？その鍵を持っていると簡単な鍵は開けられるようになるんだ。で、その鍵はどこにあんのよ？ここから南に行ったところに洞窟があるわ。まずはそこを抜けていくわよ。オッケー。スライムの効果音が可愛いわね。うん、ボコボコって音がすごくいいね。ゆかり様、自分の身を守ってないで戦いましょう。いいのよ。ほら戦闘終わったじゃない。さて、宝箱を探しましょう。今回の目的を忘れるなよ。盗賊の鍵を探すんだよ。もしその宝箱が人食い箱だったりしたらどうするんだ。まだ序盤だからそんなことはないけど。でもそれかなり危ないわね。今は確実に死ぬわよ。でも、たとえあったとしても宝箱は開け続けるけどね。伝説の鎧も宝箱に入っているご時世だからね。そのことについては別に言うことはないわ。レベルアップしたな。いいわね。そんなホイホイレベルが上がって。あなたは勇者だからね。成長が遅いのよ。でも強さはあんまり上がらなかったな。レベルアップしないよりマシよ。でも、あなたは終盤伸びるからね。終盤、とんでもない強さになるわよ。まあ、それならいいか。宝箱見っけ。なんで旅人の服が宝箱に詰まっておいてあるの。魔物からのプレゼントよ。
ああ、それ私にくれ。私が守備力が一番低いんだ。わかったわ。驚き戸惑っている今がチャンスよ。やっておしまい。なんだ、一周するだけか。これはきついかしら。回り込まれたね。今度こそ。とりあえず薬草で回復しておこう。宝箱。しょぼいわね。56ゴールドか、革の帽子も買えないね。なんか綺麗なところに出たわね。道が区切れている。とりあえずカット。一応見てきたが成果はあまりなかったな。ああ、ここがゆかり様が言っていた塔か。ここの最上階に盗賊の鍵があるわ。なら最上階に向かいましょう。テーマ階段が見えたね。宿屋か、ありがたい。ここで一旦休んでいきましょう。霊夢気をつけてね。そこから落ちるとまた1回からよ。最上階ってここかな。そうよ、そこで鍵がもらえるの。ずいぶん簡単にくれるのね。何かボス戦があるのかと思ってたけど。と今回はここまでにしようかな。次回も見てくれたら嬉しく思うぞ。ではご視聴ありがとうございました。ドラクエ3実況始めていくよ。今日はロマリア地方に行こうと思うわ。ちなみにロマリアというのはローマとイタリアをくっつけたらこうなったみたいよ。どうでもいい話ですね、本当に。ところで何かもらいましたよ。今もらったのは魔法の玉といってロマリアに行くために使う大事なアイテムよ。でそのロマリアにはどうやって行くの。まずフィールドに出てくれ。ここから南東に行ったところに湖がある。まずはそこを目指してくれ。わかった。ああ、そういえば少し修行して本意を覚えたんだ。唯一の回復呪文だから節約して使わないとね。ああ、ここぞという時に本意が使えないのであれば意味がない。ただでさえ霊夢はマジックパワーがないからね。ゆかりが僧侶であればもう少し楽できたのに。だってそれじゃあ面白くないじゃない。勇者に武道か。
僧侶や魔法使いってありきたりだと思わないかしら。ねえ、視聴者さん？視聴者さんに聞いてんじゃねえよ。でもまあ一理あるな。ありきたりなメンバーで言ってもありきたりなバトルの展開になりそうだ。勇者と武道家が攻撃して僧侶と魔法使いが援護とか、そんな展開になるのがオチよ。そう考えるならパーティーに遊び人もありですかね。まあやってしまったものは仕方ないしね。そうよ、ここまで来たのにもう一回作り直すとか言われたら泣くわよ。それに中盤になったら、ああ、確かできましたね。遊び人から。そうよ。何の話をしているのよ。ふふ、ダーマというところに行くとわかるわよ。と、祠がありますよ。そこは行かなくても別にいいけどね。でもメダルがあるから取っておけ。そういえばメダルって何なんです？メダルはタンスや壺に入っていて、それを集めてコレクターに渡すと枚数に応じて貴重な装備やアイテムと交換することができるんだ。だから集めておいても損はないわ。へい、じゃあどんどん集めましょう。まあ、機会があったらね。と湖に着いたわよ。そこに階段があるから探して。おお、洞窟だ。宝箱探さないと。そこで魔法の玉を使うんだ。使ったらどうなるの？見ていればわかるわ。玉が光っている。今のはメラではない。メラドーマだ。メラドーマ弱いですね。宝箱を。なんだ、地図か。不思議ってどこが不思議なんだろう。気にしたら負けだ。気をつけてね、霊夢。そこの穴に落ちるとめんどくさくなるわよ。まあ、落ちないようにするわ。魔法使いが4体か。かなりきついわね。私やゆかり様に集中で攻撃されるとしは免れんぞ。ここは一匹を集中して狙っていこう。危なくなったら回復、もしくは逃げるかしら。ゆかり、こんな時に遊ばないでよ。肝に銘じておくわ。すまない。ここまでのようだ。ダンジャマー。くっそ。早く倒して教会に行きましょう。というより私も危ないわね。ゆかり、あんたまで死なれたら。あら、心配してくれるの、霊夢。生き返らす時に渡す金が増えるわ。そっちか。ふう、危なかったわね。なんという犠牲がありながらも勝つことができたわ。カット。そして3年後。ふふふ、今回はレベルを上げてきた。前回のような集体を晒すことはない。3年前とは違うということを敵に見せつけるのよ。ふっ、キャタピラーか。さあ、回復してやろう。全力でかかってくるがいい。霊夢キャラ変わっているわよ。もうこの辺りの敵などイージーの雑魚と変わりない。ということはこれで負けたらイージーか。クック、見せてやろう我が最強の君。やど。でも今のところ戦力といえば霊夢の攻撃とランのヒャドだけ。だから、レベルが上がってもまだ少し厳しいわね。まあ、大丈夫でしょう。私の攻撃はともかく、ランのヒャドは敵に30ものダメージを与えられるのよ。そんなに期待されても困るのだがな。私は武道家ですけど何か技は覚えないのですか？武道家は何も覚えないわ。でも攻撃力が高くなるわよ。しかしヒャドがあるとはいえ敵が複数で現れた時はまずいぞ。ヒャドは単体攻撃だからね、一体しか当たらない。次は全員にダメージを与えられるような技が欲しいわね。確かランは次ギラを覚えたはずよ。ギラというのは何ですか？ギラは火炎を放ち1グループにダメージを与える魔法よ。序盤では結構使える魔法ね。まあよう覚えたらお払い箱だがな。まあ、そうなるわね。
の間にか敵に囲まれている。サソリバチに人面鳥か。倒せない敵ではないわね。サソリバチに仲間を呼ばれると厄介だ。一気に仕留めるぞ。マヌーサか。霊夢がかからなかったのが良かったわ。ゆかり様、逃げようとしただけよ。遊んでないわ。毒消しそうか。いまいちね。でもキアリーが使えないからね。持っておいても損はないわ。なんだまたキャタピーか。虫タイプなら炎タイプで攻めればいいけど、あいにくここはドラクエだからね。ポケモンの話をすんじゃねえよ。おっとチェンピンチ、大丈夫だ、このターンで仕留める。とりあえずチェンにはホイにしておきなさい。わかっているわ。チェン回復。ここは一本道ですね。確かこの先三つに分かれてる道があったわね。もうすぐですよ。またか。そういえばチェンもヒットポイントが上がったわね。今では40を超えてますよ。それに比べてあんたらは、まあ、ランは役に立つからいいとしましょう。ゆかり、あんたは、まあまあ、あ、ほら霊夢宝箱があるわよ。ナイフだ。誰が装備する？あ、私にくれ。ゆかり様は遊んでしまうし、チェンは攻撃力が下がってしまう。まあ、マジックパワーが切れた時のためね、持っておきなさい。まだ、ラン様はヒノキの棒ですからね。ここが分かれ道ね。こういうのは一番端から行くのがいいのよ。お、正解だったみたいですね。ふう、どこに流されるのやら。ここをまっすぐに行くとロマリアだ。でも今回はここまでにしておきましょう。そうだね。では、ご視聴ありがとうございました。ドラクエ3始めるよ。今回はシャンパーニの塔に行くまでを映すから、見なくても構わないパートよ。あと動画を見直してわかったんだけど、訪れがすごかったね。今回はどうだろうか？あまりここに変えたから結構いいと思うのだが。あまりここは結構使いやすいね。簡単に動画が撮れるよ。まあ、まだ問題点などがあったなら動画で上げてちょうだい。できる限りは直してみるわ。パソコンにできぬことなどあんまりない。どこかの半人半霊を思い出すわ。知らない間に何かいっぱい敵がいる。ポイズントードはヒットポイントこそ少ないけど、毒を含む攻撃をしてくるわ。毒はきついな。キアリーがないものね。って言ってるのにラン様が。なってるわね。前回宝箱から拾った毒消し層があったはず。あの時あったのはこの時のためよ。あ、ダメだ。やっぱりゲームパッドに変えたから、まだ操作になれない。前はキーボードでやっていたからね。でもまだパッドの方がいいだろう。キーボードだと指がつる。まあ、慣れるまで相当時間がかかるだろうから、そのあたりは温かい目で見てくれたら嬉しい。あらあら、モンスターが総出でお迎えよ。私の体力が少し危ないな。スク
ことか。厄介だけどもヒャドがあるからそれほど苦戦はしないでしょう。今思い出したんだが、私ギラを覚えたんだ。お、新戦力だね。どこチラシに使えるわ。けどそれほど使えるわけではないわよ。ああ、なぜか知らないけどミスりやすい。ギラに対して耐性があるのか、ギラの実力なのか、よくわからないけど敵に効かない時がある。通称最弱魔法。そんな弱いのですか？まあ。意を覚えていない時であれば、そこそこ使うことが多い魔法ね。でもどうしてこんなに弱いのでしょうね。初代から出てるのに。作者さんから愛されていないのよ、きっと。うわ、なんか汚いのが来た。アニマルゾンビね。こいつはゾンビだから守備力や魔法の耐性はないけど、ボミオスで素早さを落としてくる上になんか汚い。ゆかりも剣も結構失礼ね。あなた目玉が飛び出している上に、口から精液が出ているのよ。あ、ボミオスしてきましたね。あと一匹だけだから楽勝よ。だが、万が一という可能性もある。二段は禁物だ。もう、スルーしないでよ。ところであの祠は何なのですか？あれはスゴロク城といって、戦闘のキャラクターを駒と見立てて、台を振って上がりを目指すゲームができる場所よ。わかるように言えばスゴロクができる場所よ。上がることができたら景品がもらえるんだ。面白そうですね。というわけで行きましょうよ、霊夢。私たちはバラモスを倒すのよ。遊んでいる時間はないわ。そうですよ、ゆかり様。まったく。わかったわよ。後で霊夢たちに隠れて遊びに行こう。敵のエンカウント率が半端ないわね。ここは山岳だからな、エンカウントする確率が平原よりあるんだ。けど、出てくる敵がまだ弱いから大丈夫でしょう。ゆかりんレベルアップよ。年齢が4歳下がった。バストが2上がった。すごい数だが、私のギラで一掃してやろう。おお、心強い。効かなかった。だと。ギラはやっぱりダメなのかな？最初はこんなものでしょ。後から強くなっていくのよ。そう信じたいよ。というかかなりピンチなんて。私の体力はあとわずか。ゆかりは冬眠中。しかも敵の数が多い。逃げることも考えなければ。これで2回目。なんかやられるとは。逃げようよ。わかっている。私もか。残ったのは私だけ。すやすや。ゆかり様もいたか。逃げるのにしくじっちゃった。あ、ゆかり様が。これで逃げないと全滅。早く町に行ってラン様やみんなを。少女復活中。いやー、助かったよ。さすがチェンだな。寝て起きたら教会ってなんだよって思ったわ。戦闘中ずっと寝てたからね。ゆかり様の遊びは困ったものですね。まったくです。さて、気を取り直して塔に向かうわよ。今度は死なないようにしないとね。アニマルゾンビが4体か。ガンガン行くわよ。今回は無事に機能したようだな。
剣は素早さと運の良さが上がってるわね。あの橋を渡るとシャンパーニの塔ね。これまでとは違い強力なモンスターも生息している。だから気をつけないとね。おっと、これが塔ですね。塔に入る前に回復しておきましょう。おお、BGM がいいね。今回はここまでにしよう。ご視聴ありがとうございました。はい、今から実況を始めていくわ。今回は神田に挑んでいくわよ。ただ塔に登っていくのを見せているだけだとつまらないだろう。だから省略したよ。実は途中で全滅させられてカットしたんだけどね。それは言わない約束でしょう。お化けキノコの眠りの息に眠らされ、殴り殺された。ひどい死に方だよね。変な奴が来たって、モヒカンの奴に言われたくないわよ。お頭っていうのが神田？神田は子分を連れて戦ってくるわ。敵は攻撃力は高いけれどそれ以外の行動はしない。だから、力で補強していくとかなり楽になるわよ。なるほど。こういう時だけ役に立つわね。戦闘では寝たり逃走したりと役に立たないのだがな。うわ、クリーンパンツ。突っ込んだら負けだ。ランはスカラで守備力を上げていきましょう。あとは死なないようにやればいいわ。攻撃力高くない？一撃が約15ダメージだと。勝てるかしら。ふん、アディオス、レイムー。まさかレイムか。一匹倒したか、状況はさほど変わらんな。万事休すかしら。ヒカヌ、コビヌ、帰りミヌ。あ、まずいわね。妖怪で生き返らせてね。ゆかり様、前もこんなことがあったような。終わった。という夢を見たのよ。やけに現実味のある夢だな。まさ夢にならないように気をつけましょう。そうですね。とりあえずゆかりは防御させて守備力を補強させ戦おう。言い忘れていたがスクルトを覚えたんだ。これで防御面は心配はないと思う。でも回復はホイミだけ。ベホイミはいつ覚えるのですか？勇者はベホイミを覚えるのが遅いのよ。確かレベル29だったな。って、それもベホイミと薬草かよ。きついなぁ。ちなみにベホマは31レベで覚えるわ。ベホイミと大差変わりないじゃないか。魔法を覚えるだけマシだよ。私たちは何も覚えないからね。でも魔法の習得レベルは賢さで前後しなかったっけ？そうよ。確かある程度の賢さを超えたら、確率で覚えるとかなんとか。じゃあ、レベルが99でも覚えられない呪文も？ああ、魔法使いが覚えるドラゴラムや、パルプンテなどが例に挙げられる。それを防ぐ方法は、レベルアップ前にセーブし、覚えられないのであれば、リセットするという手を使えば確実に覚えられるわ。めんどくさいわね。なんか怒りが地味に危ないわね。
今気づいたのですけど、ゆかり様、MP すごいですね。セクシーギャルだからね。性格補正ね。それでも無駄に MP が上がるわね。私なんてすごい少ないわよ。魔法使いである私より高いな。これで魔法が使えたらね。よし、子分は一掃したわ。残るは神田頼み。いけそうな気がしてきましたよ。やっぱりスクルトがあると心強いわね。前回はなかったからね。でも油断は禁物だね。ああ、ルーコンの一撃が怖い。それが来ないことを祈るだけだ。少し MP がまずいか。ホイミはあと4回ってとこかしら。よっしゃー、結構苦戦したな。死者はゼロ、やったね。さあ、この後はルーラでもして、ロマリアに帰りましょう。おっとよ、覚えたぞ。雑魚散らしに使えるね。これが金の王冠ね。これをロマリアに持って帰ったら終わりにしよう。帰りは塔から起きてフィールドに出てから、ルーラで帰ろう。そういえばここって隠しのメダルなかった？城の中に花壇核になっている駅にあるわ。後で取っておこう。興味ないね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 。言うことがないって私の方もだよ。やっと諦めたか。ふう、もう時間も時間だからそろそろ終わりましょう。そうだね。では、ご視聴ありがたく思う。ドラクエさん、実況始まるわよ。この街に来たのはいいけど村人の様子がおかしいわね。この街はノアニールを言って、エルフの呪いにより全ての村人が眠らされているんだ。だが、村の南の家に生き残りがいる。そこに行けばいいだろう。ちょっと待ってよ、今。アイテムを拝借しているのよ。やっていることがどこかの魔法使いだよ。ちなみにこの街、別に寄らなくてもストーリーには影響しないわ。じゃあ、ここは放置しといても？問題はないわ。だが、メダルや種が手に入るため私は行くことを推奨する。なるほど。そうだね、進めておいても問題はないか。これで一通りのアイテムは取り終えたから、南の家に行ってみましょう。夢見るルビー、それを手に入れればいいのね。なるほど、とりあえず西に行けばいいんだな。そこにエルフの集落があるわ。
ここがエルフの住処？ああ、ここで話を聞いておけ。ちなみにここではかなり貴重なものが購入できるけど、買い物ができるのは中盤になるけどね。まあ、覚えておいても損はない話よ。ほんとだ。さらわれるって。現実でそんなことしたら誘拐罪で捕まるけどね。最近の若者の家庭は複雑なのね。それでどこに行けばいいんですか？とりあえず、この近くに洞窟があっただろう。そこに行ってくれ。わかったわ。とその前に拾ったアイテムを整理しておこう。マタンゴ、眠りの息に気をつけていくぞ。こいつらは追加効果や液攻撃は怖いけど、ヒットポイントが少ないからグループ攻撃でまとめて倒すのがいいわ。そういえばよう覚えたのであった。雑魚チラシに使えそうだから使っていこう。ちなみに知っているかしら？ドラクエ2ではイオやイオラは存在していなくて、イオナズンだけが最強呪文としてあったのよ。へえ、じゃあ、イオやイオラはこの作品からなのね。あとメラとカジャドもそうらしいな。で知らない間にヒャド食らってる。野生でヒャドが使われるのか。きついですね。だが、敵は一体だ。一気に畳みかければ倒れるだろう。回復はこまめにしないとね。十分な体力がなければ集中攻撃された時厳しいからな。聖水。しょぼいわね。聖水は敵に使うとダメージを与えられるんだよね。じゃあメタル系の敵に使ったらどうなるの？ドラクエ3のメタルに聖水は通じない。だが、ドラクエ4なら効いた気がする。ふん。でヒャド野郎が2匹。連続して狙われたら危険ね。こういうのは先に1匹を狙うといいかもね。おっと、いかにも回復ポイントっぽいものがあるな。行ってみよう。きめえ。それのムチ、便利だね。メダルとの交換でもらったからね。そこそこ使えるわよ。でもゆかり様の攻撃力はしょぼいですね。武器がしょぼいのよ。セイナルナイフは結構強いですよ。ゆかり様の攻撃力に問題があるのですよ。おお、フラッシュ。まあ、この辺りが中間地点ってところか。回復ができるところがあるから使用してもいいかもね。この洞窟にはボスはいないわ。だから今はお口に行くことだけを考えましょう。そうだね。死にかけたら回復ポイントに戻ったらいいし、いざとなったらリレミトをすればいい。ここからは長くなるからカットでオッケー？オッケーね。
これが夢見るルビーね。これを持って帰ればノアニールの街は元に戻る。ジレミトでさっさと帰りましょう。今もらった目覚めの粉をノアニールの町で使ったら、町の呪いは解け、元に戻るわ。いまいち状況が読み込めないという人のために、私が説明しましょう。このノアニールの町に呪いがかけられた原因は、エルフの娘であるアンが夢見るルビーを持って、駆け落ちしたことが女王の逆鱗に触れてしまったためから、アンと村人は女王に認められないことを悲しみ、西の洞窟の地底湖で共に自害したのであった。なるほど。今回はこれで終わりにしましょう。ではご視聴ありがとうございました。はい、ドラクエさんの実況なんだけど、ゆかりが張り切ってオープニングを作っちゃったのよ。それでもオッケーな方は進んでください。オッケーですね。ではどうぞ。ちなみに映像はイメージです。オピーはどうだったかしら。ただ単に再生させて動画が始まるというのはつまらないという人がいると思って作ったのだが、まあお気に召さないという方は言ってください。改良してお気に召すようにしますから。ちなみに動画は今回はイシスの城まで行きます。途中でアッサラームによってからイシスに行きます。でもそんな装備で大丈夫か。途中の街で整えるから大丈夫だ。問題ない。けど守備力が私たちないからね。特にランとゆかり、途中の道で死なないかな。体力を常に十分な状態までキープしておけば大丈夫だろう。そうね、死にそうになれば防御するし。まあ、そうだな。ちなみにアッサラームはロマリアの東にあります。もう少ししたら橋があるので橋を渡るともうすぐです。
気をつけてね。橋を渡ると強い魔物が現れるわ。うほ、いいゴリラ。あのゴリラは時折出す痛恨の一撃が厄介だわ。一応言っとくけどゴリラじゃなく猿よ。マジかぁ。ゆかり様だ。やられた。ゴリラゴリラバカにしてるからね。後で復活させればよかろう。もうすぐでアッサラームだしな。まあ、そうね。しかしこの猿、ゴリラみたいな顔してやるわね。遊び人の我が主とはいえ一撃だからな。とりあえずあの猿には気をつけていこうよ。あらかわいい。マホトーン。だと、ランの魔法が封じられたのはきついわね。霊夢と私が殴っていかないと。お、見えてきたぞ。ここがアッサラームですね。観光は後にしてゆかりを生き返らせに行きましょう。ユカリン復活。こいつなしでもいける気がする。確かにな。使い道がないから玉よけとして使っていきましょう。ひどい。ここから街の観光になるからカットするよ。さて、じゃあイシスに向かっていくか。イシスは砂漠が多い。だからエンカウント率が高いぞ。あそこで気をつける敵は火炎ムカデと地獄のハサミくらいかしら。特に地獄のハサミとキャットフライのセットで来られたら運が悪かったら詰むわよ。わかった、気をつけておく。イシスに行くまで倍速で行きますよ、オッケーね。前のパートの編集をやってて気づいたんだけど、倍速ってできるんだね。だから、グダグダになりそうなところはこうしていこうと思います。倍速にすると音が可愛らしいですね。ピコ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 ってね。というより敵がさっきから猫しか出てこないわね。他も出てきてほしいよ。勇者郎ものが物色とは。いいのよ、世界を救う勇者様よ。何をしても許されるわ。よし、イシスに着いたね。とりあえずここで終わろうかな。おまけ。
いいわね、す5、60。みんなに隠れてきたからね。早く上がろう。ちなみに後ろにいるのは気にしないでよ。す5、60はゴールの部屋に行けば上がりよ。サイコロの触れる回数が0になったり、全滅したり、落とし穴にはまったりしたら終わりよ。遊び人だからね。全滅の可能性は終わりよ。だから戦闘では逃げないと。狙いたいわねー。回復ができないから耐えるしかないわ。1だけはやめてほしいわね。危なかった。とは言えなかった。できれば戦いたくないのだけど、しかも傷もいるし、メラ使われるじゃない。ほら、言わんこっちゃない。やばいわ。死んだらす5、6件の無駄じゃない。今のは危なかった。何が出るのか。しょぼいわねえ。霊夢たちに見つかったらまずいから後で食べとこ。あと一歩。よっしゃ。まあ、これくらいは簡単ね。アッサラームの近くにもう一個あるから、また今度遊びに行こう。あ、そうだ。だからどうしようか。まあ、私が持っていたらわからないか。鋼の剣は霊夢に理由つけて渡しとこう。では、ありがとうございました。実況を始めていきます。今回はピラミッドの魔法の鍵を取りに行くわ。ピラミッドには魔法の鍵以外にも他の宝もあるが無視していくぞ。理由は時間の問題と下手したら死ぬからね。だから宝はみんなが見ていないところで取ります。ちなみに宝というのは頂上にある宝とここの地下に隠されている黄金の爪のことよ。特に黄金の爪は凶悪でね、それを取ると口では表せないほどの恐怖が。まあ、そういうわけだ。だから魔法の鍵を取ってからやめることにするぞ。それにしてもどんどん魔物が凶悪になっていくね。頂上登る前に死なないといいけど。ここは人食い箱が多いから宝を取りたくないんだよな。一回、視察に来た時にボコボコにされたよね。救うとしても誰かが死ぬからね。私やチェンなら耐えられるけどユカリやランがね。それに痛恨の一撃が加われば。死は免れないわね。ここはイシスで聞いたことを思い出せばいけるわ。聞いたこと？ああ、まんまるボタンね。思い出す思い出す。なるほど、サンダーを思い出したわ。思い出すものが違うよ。まあ、こんなものは適当にやればいけるさ。これをやるためだけにファイナルファンタジー4出してきたのは内緒ね。
よし、適当に押してみるか。下から来るわよ。気をつけて。というのが遅かったですね。落とし穴か。正解を押さないといけないということね。さっき思い出したサンダー。これが何を意味するか。ローマ字？シーザー暗号？それとも。長くなりそうだから倍速よ。ああ、霊夢が言ってたシーザー暗号。何かわかるかしら。シーザー暗号は単一漢字式暗号の一種よ。平文の各文字を辞書順に3文字だけシフトして暗号文を作る暗号のことよ。他のところではカエサル文字とも呼ばれるみたいね。古代ローマのカエサルと呼ばれた人が、使った暗号みたいね。カエサルは英語読みでシーザーと言われるわ。へ、そんな暗号もあるのですね。さすがゆかり様、勉強になります。ってウィキに書いてあった。ウィキかよ。開いた。でかしたわ、霊夢。よし、これで大体のドアは開くようになった。とりあえずこの辺りで切ろうよ。そうだね。次はどこに行くの？次は海沿いにある王国、ポルトガに向かうわ。そこからさらに敵が強くなるからね。気をつけなさいよ。わかってるわ。では今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。今から実況を始めていくわ。今日はポルトガに向かうよ。まずロマリアから北西にある祠に行ってくれ。そこから旅の扉に乗り、南西にあるポルトガに向かう。わかったわ。ちなみにポルトガはポルトガルから来ているそうよ。そのまんまね。うん、だけど違和感じゃないね。ドラクエの街で地理を覚えたという人もいるみたいよ。確かにゲームに出てくるのならば覚えやすいだろうな。しかも現実の地球の地形が元になっていて、地名を似せたり、実際の地理、歴史を元にしたパロディが取り入れられているそうよ。制作者の堀井裕二さんはこれのためにヨーロッパの歴史を調べていたとかなんとか。へぇ、すごいですね。全然関係がないことなんだけど、みんなはドラゴンクエストとファイナルファンタジーどっちが好きかしら。どっちも私は好きなのだけど強いて言うならばドラゴンクエストね。私もドラゴンクエスト派よ。私はファイナルファンタジーの方が好きだ。私もかな、男性はダメだね。でもどちらも最近面白くないからね。ドラゴンクエストは課金でレベルが上がるし、ファイナルファンタジーはファルスのファルシのルシがパージで刻印とか、意味がわからないしね。ファイナルファンタジーは9までかな。私は12までなら楽しめたぞ。ドラゴンクエストは6までかしらね。甘いわ、霊夢。
死ぬまでよ。確かに通信プレイは楽しめたけどストーリーはねえ。ストーリーなんていらないわ。たっぷり遊べるボリュームさえあればね。ふん、キュートか歴代ボスが現れたぐらいじゃない。そいつらを倒すのが楽しいのよ。まあまあ、二人とも。この話は終わりだ。実況に移るぞ。恋ミスライムでーす。なんでこんなにいるんだよ。攻撃してもすぐに回復されちゃうね。ギラで散らしてみるか。恋ミンにギラって聞いたっけ。ほとんど聞いていないか。ダメだね。やっぱり回復されるよ。まず鎧を集中攻撃していきましょう。あとは殴るだけよ。ここがポルトガね。まずは城に向かおう。観光は後だね。ちょっとちっちゃい城だね。2階もないとか、しょぼいな。黒胡椒？そんなものもないのか。まあ、要するに胡椒を持ってこればいいのね。簡単じゃん。しかも俺が船って、どれだけ香辛料に飢えているのやら。ああ、ここからは倍速よ。メダル探索中。さて、メダルも探し終えたことだし。地獄行くんですか？アッサラームに向かってくれ。そこから東に行ったところに洞窟がある。そこにノルドという人物がいる。その人に手紙を使うんだ。そこはどんどん進んでいけばいいわ。お、井戸。何かあるかもしれないわね。残念、何もなかった。いきなり出ていけって言われたよ。ああ。ここで手紙を使えば。中身しょぼいな。ノルド、壁に体当たり。効果は抜群よ。この穴を通っていけば外に出られるぞ。
外に出たら南に進んでちょうだい。南にずっと行くとバハラタという町に着くわ。そこで故障を変えるのだけど。変えるのだけど？まあ、村に着いたらわかるわ。南だったね。ちなみにここから北に行くとダーマ神殿があるが、今は関係ないな。ここから倍速で行くよ。ここからはピラミッドよりも凶悪な魔物が生息してるわ。でも、敵のパターンを見ていって、対策を立てれば勝てない敵ではないはずよ。例えば火と傷も、見た感じに火は効きそうじゃないわね。あと傷も種は魔法を放つやつしかいないから、気をつけないといけないとか。こんな感じに見ていけば戦いを有利に進めていけるわ。でも油断をしていると、こんなことになるから気をつけないとね。冷静に解説している場合か。とりあえず回復させないと。とりあえずここまで来れたけど、どこに黒胡椒が？南に行くとじいさんがいるから話しかけてみなさい。で、まずはメダルか。なるほど、私たちが行かないといけない系のやつか。まあ、今回はこれで終わるぞ。次回はあいつが再び現れるみたいだ。あいつ？まあ、楽しみにしておけ。では、ご視聴ありがたく思う。ドラクエさんの実況です。今回はここにいるという人さらいの犯人を倒します。私たちがメダル探しをしているところなんて見ても、視聴者さんたちはつまらないと思うためダンジョンはカットだ。ちなみに前のパートで言ったバハラタあるでしょう？その地名の由来、わかるかしら？バハラタはバーラタを砕いた地名らしいわよ。バーラタは確かインドの古名で、現インド人の階級を表すみたいよ。へぇ、エニックスはそこまで考えているなんて、さすがだな。でも今のエニックスはなぁ。ひどいありさまだよ。いつの間にか古文に囲まれているわね。というよりこいつの名前が出ているということは、またやってくるのか。
噛んだった。大丈夫だ。私の新技でギラマがある。ついさっき覚えたんだ。ギラの進化系であるゆえ、威力が高いぞ。36ってジャガより強いですね。私も新しい遊びを覚えたわよ。いらないわね。この子、デホイミ使うのか。厄介だね。デホイミは使わせなければいいのよ。使う前に殺すとかね。敵も魔法をガンガン使うようになってきたね。守備力が高くても魔法で来られれば意味がないからね。よし、とりあえずは倒したけど。一応回復しておきなさい。次がカンダタだから。ここから先に行ってイベントを見ると戦闘だ。薬草も全員に持たせてあるから準備万端だね。あとは運だね。やっぱり痛恨の一撃が怖いわ。だが、逆に言えばそれしか怖いものはないということだ。痛恨の一撃なんてそんなホイホイ起こるものじゃない。前回と同じようにやれば大丈夫だ。そうだね。リア充勢。ここからが本番よ。気を引き締めていきなさい。出た、覆面パンツ。確かにキャーとも言いたくなるわな。ここからは 1.2 倍速とファイナルファンタジー2の戦闘シーン A でお楽しみください。色が変わってる。キモい。トランザムしてやがる。見た目に騙されるなよ。こいつの攻撃力は半端じゃない。まずはスクルトね。スクルトしてもこれか。さすがトランザム。先に周りの雑魚を切らして、カンダタは後で殺す。それでいいだろう。かなり長期戦になりそうね。薬草も惜しまず使っていくぞ。残るはカンダタただ一人。ゆかりがやられたか。いつものことだ。気にしないでおけ。
私、やっつけた。ナイスよ、ジェン。リレミとか。ランも覚えているからね。ランが MP が切れた時のために使うか。私は鬼じゃないからね。さてここからはリレミとで地上に戻り、バハラタに帰ったらやめよう。いいですとも。とりあえずゆかり様を復活させよう。金かかるけど仕方ないな。ゆかりん復活。さて、今回はこの辺りで終わりにしようか。次回は故障を持ってポルトガに帰り、船をもらうよ。次はランシール辺りを行こうと思う。ではご視聴ありがとうございました。実況を始めていきます。今日はポルトガで船をもらってランシールで買い物した後、エジンペアに向かって乾きの壺を取ることにするわ。できれば最後の鍵も取りたいが、おそらく時間の問題により取るのは無理であろうな。それにしても故障を挙げるだけで船がもらえるなんて現実的に考えればすごいことですね。故障ならそこら辺で買えるからね。だが黒故障は高くなかったか。生産数が少ないのが原因らしいわ。1トンが約80万とかするらしいわ。胡椒恐ろしいね。黒胡椒は牛肉との相性がいいから一緒に買う人もいるみたいよ。まあ、私は料理はしないからわからないけど。と船を手に入れたけどどこに行けばいいの？とりあえず南に進みランシールに向かうぞ。ここからは倍速とナイト、オブ、ナイツでお楽しみください。ここから少し東に行くとテドンという町があるけど、そこに行くのは鍵を手に入れてからでいいわ。わかったわ。ランシールの道具屋には特別なものがあってね、それがないと先には進めないのよ。一応進むことは可能だけど魔法使いのレベルをかなり上げないといけないから普通の方法で行くわ。そろそろ装備が厳しいな。ランシールで買い揃えることにしよう。私とチェンは攻撃力と HP が高いからいいけど、ランとニカリは装備がしょぼいからねー。でも買い揃える金がないからねー。今でも2000ちょっとくらいだよ。金は計画的に使わなくちゃねーと着いたわよ。そうそう、新しい魔物が出迎えてくれたね。ゴリ押しでも勝てる相手だけど、こいつが出す魔法が怖いわねー。着いたわね。とりあえず村を見て回りましょう。わお、桁外れの価格。出直してこよう。一通り見て回ったら道具屋に向かってちょうだい。そこでキエサリソウを買うのよ。
買ったのはいいけどどこで使うの？次に向かうエジンペアという城で使うわ。その国は外から来た人は受け付けない習慣があるの。当然私たちが行っても追い返されるだけだろう。そこでこいつの出番だ。この300円の草のこと？こいつを使うと一瞬の間だけ姿を消すことができる。その暇に忍び込んで目的のものを手に入れるということだ。なるほど。便利ね。で、どう行くの？とりあえずノアにいるニルーラだ。そこから船に乗りエジンペアに向かう。ここからまた倍速タイムよ。ちなみに目的のものとは何なのですか？それは乾きの壺といって、ある場所で使うとまあ、すごいことが起きるわ。これについては見てもらう方が早いわ。でも、これだと次のパートになりそうだな。そうだね、今回は忍び込んで壺を手に入れたら終わりにしようよ。わかったわ。ほんとだ、田舎者って言われた。さあ、今だ、袋から消え去りそう。いいですとも。お、透明になった。いいね、これ。でも、効果は一瞬よ。すごい早いな。これをどうしろと。ああ、なるほど。こういうのは得意さ。あ、積んだ。仕方ない。私に任せろ。さすがラン様。ここまで来ればあと少しよ。開いた。よし、壺を取りに行くとしますか。今回はこれで終わりにするぞ。次回は最後の鍵を取ることにするわ。ではご視聴ありがとうございました。実況を始めていきます。今回は最後の鍵を取りに行くわ。じゃあその鍵はどこにあるんですか？地図によるとずっと北に行くと浅瀬がある。その浅瀬で乾きの壺を使うと島が浮上する。はぁ、あ、まあこれは見てもらう方が早いわね。ということで倍速とファイナルファンタジー5の新しき世界をどうぞ。
そこ敵倒すのも全力だね。敵が強くなってきたからね。さすがに MP を節約なんてできないわ。ここから先は魔法攻撃も頻繁に来るからね。だから先に攻撃して数を減らしていかないと。しかも私は星フルーデワをつけている。こいつをつけていたら大概の魔物の先手を取れる。ああ、言い忘れていたけど星フルーデワを取っておいたわ。効果はこれをつけたら素早さが2倍になるとかなんとか。ドラクエさんの防御式は複雑で素早さも関わってくるみたいなのよ。だから腕輪をつけたら防御力も上がるのよ。あ、だから私の守備も地味に高いのか。逆に素早さが低いと守備力が低いと言うね。と、ついたな。ここで乾きの壺を。あった。お？お？なんか浮上してきた？ここに入ればいいのね。よし、最後の鍵。これで世界中のドアが開けられるぞ。今回はこれで終わります。ではご視聴ありがとうございました。おまけ。今回もやってきたわよ。霊夢たちに隠れてスゴロクを楽しむ企画。その名もゆかりんのスゴロク城？今日はアッサラーム南のスゴロク城をクリアするわ。頑張るわよ。もう一回チャンスをちょうだい。今度は本気で行くわ。そういえばここ小さなメダルがあるんだったわね。それもできれば回収しておきましょう。今度は大丈夫なはず。危ねえ。木の帽子。いらないから売り払おう。一と二だけは。よし、運が味方してくれてるわ。森の敵は雑魚しかいないわ。パート4くらいで出てきた雑魚ね。当然戦闘は前回のように逃げていくわ。下手に戦ったら遊んでしまうからね。おお、これでまた落ちても大丈夫ね。これはちょっとうざいわね。ここでこれの繰り返しで終わるなんてこともあるからね。ドラクエ5のスゴロクでなった経験があるわ。よし、メダル。あとはゴールを目指すのみね。というよりまた森か。当然逃げていくけどね。たとえ単独であっても。なかなか逃げられないなぁ。確かドラクエさんの逃げは4回目で確実に成功するみたいね。ちなみに1回目は 25%。2回目は 50%、 3回目は 75% で逃げられるみたいよ。うわ、最悪だ。芋虫か。毒は食らいたくないわねえ。よし、ゴールは目前よ。
うざいわねー。とりあえず回復しておこう。1、頼むわよ、ま、た、か。このままずっと続いたら多分コントローラー投げるわねえ。そんなことはなかったけど、めでたくゴールよ。これでこのあたりのメダルは取り尽くしたわね。宝は何かしらね。なんだ調整棒か。さて今日はこれで終わりにしましょう。次回もよろしく。はい、実況を始めます。今日はランシールであるものを取ってきてもらうわ。あるもの？ストーリーに関係があるものだ。とりあえずこの町の神殿に行ってくれ。最後の鍵がなかったら入れないけど、前回鍵取ったでしょ。それを使って神殿に入ってちょうだい。そこである試練が行われるわ。一人でもねえ。なんか知らんが褒められた。ここの試練は一人で洞窟に向かわなければならない。私じゃなきゃダメなの？別にいいらしいが、回復もできるし、戦闘もこなせる霊夢の方がいいと思うのだが。私は殴ることしかできないからダメね。私なんてもってのほかよ。私が言ってもいいが体力に問題がある。結局私になるわけね。一挙頑張ってきますか。心配だわ。早く帰ってきてね。この先に進めばいいのね。いいじゃない、いかにもって感じね。カンダタが来た。しかも3体。カンダタ量産型わらわら。そういえば一人なのね。みんながいないとやっぱりきついわね。それにしてもこの奥に何があるのかしらね。例えば魔王もびっくりの最強武器とか、何でも願いを叶えてくれる不思議な玉とか。気になるわねー。エクスカリバーくらいの聖剣があったらいいわねー。でも言う玉も欲しいわねー。でもよく考えてみればまだ中盤、聖剣がホイホイ落ちてるわけないわねー。ならドラゴンボールかしら。まあ、言ってみればわかるさね。序盤ではあんなに強かった彷徨う鎧も今では雑魚ね。私も強くなったのね。ランもチェンもいるし、もうバラモスとか余裕じゃないの？でもバラモスってどこにいるの？今思えばバラモスの場所知らないわねー。王様もどこにいるかくらい教えてくれたらいいのに。くそ。闇打ちかけようと思ったのに。
後でゆかりにでも聞いてみようかねー。地味に食らっていくわね。さすがに食らい続けたら死ぬわ。やっぱりホイミ以上の回復手段がないのはきついわねー。で、ホイミが恋しいわ。おお、何か凄そうな鎧ゲット。おお、強い。銃もアップする。ここにはまだ何かありそうね。あたりをまだ探してみましょう。視聴者さんも退屈だろうから BGM を流しましょう。何かありましたね。うお、青鬼みたいな顔だな。まだあるのかよ。マミーか、痛恨の一撃が怖いなー。この体力では無理があるね。青鬼、うるさいなぁ。下書きも言わねぇ。4連続で続いてるじゃない。さすがにうざいわよ。よし、ゴール。メダルゲット。ブルーオーブ、何かしら。もう何もないようだし帰りましょう。リレミトできるよね。さて、ゆかりたちに成果を報告しましょう。お帰りなさい。どうやら無事のようだな、霊夢。霊の物を手に入れたかしら。ブルーオーブのこと？あれは何なの？オーブについては次回説明するわ。そう？じゃあ、ご視聴ありがとうございました。
ドラクエさんの実況を始めていきます。今回はオーブを取りに行くわ。とりあえず船に乗って東に進んでくれ。前から気になってたんですけど、オーブって何なんです？詳しくはネタバレになるから言わないけど、オーブを6つ集めると鳥が出てくるわ。何そのドラゴンボール？意味がわからないわね。とりあえず集めておけということだ。今持っているのはブルーオーブだけど、他にはどんなオーブがあるの？レッドオーブとかグリーンオーブとかがあるわね。今からそれを取りに行くんだ。でも、やっぱり船を手に入れてから、このゲームの自由度が高まりましたね。徒歩じゃいけないところも、大体はいけるようになったしね。RPG で自由に動き回れるってのはいいわね。おっとそろそろ着くみたいだぞ。適当なところで降りて近くの村に向かってくれ。おお、いつぞやの猿の進化しか。もう名前がゴリラになったね。緑というのがなんとも言えないわね。やだることが便利だね。そろそろ私も新しい武器が欲しいな。ピラミッドで見つけた爪なんてなんか怖いし。取った時には死にかけたからな。一歩動くごとにエンカウントはひどいと思った。しかも魔法も使えないしね。ちなみに中に小さなメダルが2枚あるわよ。よし行こう。海賊の家なのだけど大丈夫なの？朝だから誰もいないさ。しかもここの海賊は友好的で何もしてこない。だから漁り放題だ。あの樽が怪しいわね。お、さすが霊夢、メダルだけは逃さない。たまたまよ。ここもあるわね。こういう崩れた跡とかは何かある場合が多いわ。だからチェックしとかないと。というよりここにオーブがあるの？とりあえず外に出てみて。もう何もないみたいね。外に出たら右にある岩のところに行って。これね、どうするの？ゼーベの村で同じようなことをしたような。なるほど。この下にレッドオーブがある。海賊の宝物庫を漁る私って勇者なのかな？海賊より立ちが悪い勇者ね。よし、レッドオーブゲット。で、次はどこに行きます？テドンにあるグリーンオーブを取りに行く。とりあえずボルトガにルーラし、南に加工して、テドンに向かうぞ。でも昼間に行っても意味がないから夜に行ってちょうだい。わかったわ。というより初見プレイではまずオーブ集めは厳しいよね。ああ、だからエニックス側もまずいと思ったのか。ヤマビコの笛というオーブの場所を教えてくれる笛を用意したんだ。でも取りに行くのは面倒でな。別に取らなくてもクリアできるから取っていないプレイヤーも多い。私たちはどうするの？メダルもあるから笛を取りに行きましょうか。そうね、メダルコンプリートのために。世界を救うためだよ。テドンといえば最初に行った時は怖かったなぁ。宿で泊まっておきたら誰もいないってもんね。4ゴールドだから泊まってみたら、あんな仕打ちが待っているとかもう怖かったわ。だが、ルーラで行けないのは不憫だな。あそこの武器や防具は結構いいものが売ってあるのに。スーパー倍速タイムよ。そろそろ着くわね。ちょうど夜だし、いちいち暇を潰さなくても入れるわ。ここの牢屋にいる人からオーブをもらえるわ。ネクロファンタジア？ネクロボンドよ。ここら辺に。どうしたの？いえ、
何もなかったみたい。そこに落ちているのはクリア後ですよ。牢屋でしたね。どこにあったっけ？このおっさんからもらえるのね。じゃあ、もらったら終わりにしましょうか。これでオーブは3つ目ですね。南のレイアムランドか、覚えとこ。じゃあ、終わるわよ。ご視聴ありがとうございました。はい、実況を始めていきます。今回はジパングを攻略していくわ。まあボスまで頑張ってみようと思う。ラン様、ジパングってどこの国なのですか？ジパングは昔、ヨーロッパから呼ばれていた、東方の島国、日本のことだ。ほら、どこかの番組でやってたじゃない。未来世紀ジパングだったっけ？あの経済のなんたらかんたらとかいうやつね。というか、ヒミコまで出てきたよ。こんなヒミコは嫌だな。ここのどこにオーブはあるの？オーブは今は手に入らない。ボスを倒したら手に入る。じゃあ倒しに行きましょうよ。いや、とりあえずは町の人の話を聞こうと思う。この鳥居はね、日本っぽさが出ているわ。鳥居ってどうして建てられるんです？鳥居は神社で神と人の住む境界を区別するものの、一種の結界で神域の入り口みたいなものなの。さすが腐っても巫女だな。腐ってもとか言うな。最近では鳥居の上に石を投げて乗せると願いが叶うとか。なるほど。さて、そろそろ行きましょうか。近くの洞窟よね。先に進むとヤマタノオロチというボスが待っているわ。ヤマタノオロチって神話の怪物じゃない。勝てるの？そんな怪物に、やっぱりこのレベルではきついと思うのだが。そんなに強いのですか？攻撃力もなかなかだし、その口から放たれる火炎の息は強力よ。しかも時折に回行動だ。そんなことを二度もされてみろ。回復が間に合わずに死んでしまうなんてこともありえるぞ。未だに回復魔法が微笑だけだからね。一応みんな薬草を持っているけど、どこまでやれるか。全滅したら下で対策を考えればいいわ。ほら、やらなくて後悔するよりやって後悔する方が良いっていうしね。まあ、そうだね。というか地味に新モンスター。霊夢が混乱したな。こいつも2回行動かよ。ここにオロチがいるわ。おお、緑、いいね。いかにもボスって感じがするわ。とりあえず回復していこう。おお、かっこいいじゃん。強そうな感じがプンプンするわ。とりあえずスクルトで固めていこう。そしてバイキルトと行くか。おお、スクルトかけてもダメージくるね。とりあえずバイキルトかけておく。普通であのダメージだから倍になったら。これはいけそうな感じがしてきたわ。大層な名前に比べて中身は弱かったみたいね。でも、油断は禁物よ。気が地味に痛いね。確かに連続でやられたら厳しいかな。おお、大ダメージ。私とチェンが二人で殴ればかなりのダメージを期待できそうね。一旦ダメージが200か。あいつは自然回復するからね。一度主星に回るとかなり厳しいわよ。どれくらい回復するのですか？確か100だったか。そんなに回復するの？確かに厳しいですね。そろそろ私がすることなくなってきたな。バイキルトもしたし、スクルトもしたし。威力が一番ある女神も効かないというね。
というかかなりダメージ食らってるわね。どうする？回復するか攻撃に出るか。当然、攻撃あるのみよ。ガンガン行こうぜ。かなり、やばいんじゃないか？くそ、結構ダメージを与えたわ。だからもう少しで死ぬと思うのだけど、ここは相手の体力にかけてみよう。くそ、無理か。よし、耐えた。ここはもう一度攻撃に行くしかないわね。今度こそ勝つわよ。リベンジよ。作戦はバッチリ頑張れよ。攻撃もしつつ回復もしていきましょう。私、最近になって気づいたんだけど、ゆかりの MP 伸びてないわね。昔はバンバン伸びてたのに。確かにそうね。でも何も使わないからあってもなくても問題ないわ。というよりあなたが少なすぎるのよ。何よ、58ってギガビンが1回しか使えないじゃない。ギガビンはどれくらい使うのですか？30だったかな。やけに多いわね。これだけ防御力があれば大丈夫ね。だが、この火炎の息をどうするかだ。防ぐ方法はないぞ。これに関しては HP を十分な状態にキープさせとくことね。というより私の薬草が尽きたわ。これがラストよ。さすがに二度も負けられないわ。惜しみなくアイテムを使っていくわ。世界樹の葉ももったいないが使っていくか？もったいないけど使っていきましょう。というかゆかり、遊びの回数増えてきてない？気のせいでしょう。ようやく倒せたわね。結構いい勝負だったわね。今回はこのあたりで終わりにするか。ではご視聴ありがとうございました。おまけ。今回のおまけはみんなの強さを見せようと思う。では、行くぞ。やっぱり霊夢は勇者だからかバランスが良いな。強いて言うなら HP が高いところか。チェンは力と素早さが高い。戦士の方が向いてるんじゃないか？多分、このメンバーの中では一番強いな。次はゆかり様だが、なんだろう、
すごくパラメーターが微妙だな。運の良さがズバ抜けて高いことぐらいか。私はやっぱり魔法使いだから、MP と賢さが上がっていってるな。だけど力や HP がみんなと比べて低いな。すぐに殺されそうだ。こんなメンバーでいけるのだろうか。ではありがとうございました。今から実況を始めていくぞ。前回のあらすじを話していくわ。ジパングに住むヤマタノオロチを退治したが、住んでのところで逃げられてしまう。そして、卑弥呼の屋敷にいることを知りここに来たわけよ。じゃあ、行ってみよう。卑弥呼が怪我してるよ。これは怪しい。やっぱりか。当然魔物は全員殺すわよ。でまた戦うの。前回と全く変わらないステータスで来るが、2回行動を確実に繰り返して来るようになった。じゃあ、火炎の息2回もないとは言えないわね。それはかなりきついね。ボスが落とした草薙の剣で守備力を下げて、そしてバイキルトで攻撃力を高めていく。完璧な作戦だけど、回復面がきついわね。確実に2回行動をしてくることによって、前回よりも激しい戦いになると思うわ。一応みんな薬草を持ってるから、回復はできるけど、回の2回はやっぱり無理ね。全員に30が2回とか地獄よ。もうこのあたりのボスから考えて行動しないといけなくなったな。昔はゴリ押しでも十分戦えたが。カンタカ、あいつはもう来ないのかしらね。あんな覆面パンツ、来なくても良いけどね。すごいダメージだな。草薙の剣使えるね。使用したらルカミの効果とか助かったよ。このチームは僧侶がいないからルカミが使えないからね。終盤でも使っていきそうね。そういえば草薙の剣ってヤマタノオロチが落とした剣よね。正確にはヤマタノオロチを倒した時にお空出てきた滝で、何やらすごい力を秘めていたらしい。別名、天の村雲の剣と呼ばれたそうよ。ゲームでもよく聞く天の村雲ですね。へぇ、エニックスもそんなこと考えてたなんてね。まあ、この時期がエニックスが最も輝いた時期ね。火の息ってしょぼいわね。まあ、火炎の息が来ないならよかろう。よし、勝てたわ。この調子なら次もいけそうね。これで、オーブは手に入るのですか？ああ、パープルオーブがもらえる。出た。ドラクエ恒例の夜が明けた。おお、宝箱。これで4つ目ですね。次はどこに行くのですか？次はサマンオサという国に向かうわ。でも船や徒歩で行くのは不可能だから旅の扉を通じて行くわよ。そう、わかったわ。とりあえず外に出たら北東に向かってちょうだい。そこにある祠からサマンオサに向かうわ。話すことがなくなってきたので、倍速で行きましょう。今から向かうサマンオサにはオーブはない。だが、そこのボスを倒すことで重要なアイテムを取ることができる。ふーん、ボスねー。最近ボスバトルが続いてない？そういう進み方をしているからよ。
オーブはどこから手に入れても良いの。だから私たちは簡単なオーブから最初取ったでしょ。そして後から面倒なものをするんだ。難しいところから取りに行っても面倒なだけだからな。ここね、祠は。おお、新天地ね。ここから魔物が群れをなして魔法を使うようになるわ。例えばゾンビマスターはザオラルを使ってくるし、グリズリーは140という攻撃力の高さで殴ってくるわ。グリズリーの攻撃力、私と同じぐらいあるじゃない。ザオラルとか、私たちは世界中の肌というのに。私はザオラルどれくらいで覚えるの？あなたは35ぐらいね。長え。こんなのでバラモス倒せるの？倒せなかったら倒せるまで戦えばよいわ。あんたが一番心配なのよ。え、ゆかりは遊びしかしないし、役立つと絵が口笛ぐらいだもの。私は確かにあなたのことは、二人の会話が噛み合ってないな。本当にね。というかラン、イオラ覚えたの。ああ、かなり使えるな。相手に効かない時もあるが貴重な全体がけができる魔法だ。しかもジャバルコより威力が高いし便利だよね。私なんて今さらベギラマよ。いいじゃない。あなたは物理で行くんだし。まあ、そうだけどね。今回はサマンオサの宿に着いたら終わりにします。次回はイベントを進めていくわ。ボスまで頑張ってみようと思うがおそらく無理だろうな。ではご視聴ありがとうございました。はい、実況を始めていきます。今回はサマンオサを攻略していくわ。頑張ってここのボスを倒そうと思う。ここのボスは何やら強力らしいけど頑張っていくよ。正面からは無理みたいね。こういうのは裏口から入るとかかな。ここは王がかなりヤバいという噂が流れていてな。逆らった者は全員殺されるみたいだ。街でも王に殺された人の葬儀があったからね。とりあえず王に会いに行こうよ。そうね、話を聞くだけだからね。でも、まずはメダルを探すわ。出た、メダル。メダルなめんなよ。メダルのおかげでここまで来れたと言っても過言ではないぞ。まあ、確かにメダルと交換してもらった武器は強力だからね。いきなり牢に連れられてるよ。しかも怪しいというだけで。ここでは牢に入れられるけど逃げ出せないということはないわよ。よかった。もうここで一生終えるのかと。まあ、私たちには最後の鍵があるしな。この鍵で開けられない扉はないというくらいだからね。この牢屋の鍵なんて一撃よ。というかどう出るのですか？正面から言っても無理ですよね。そうね、とりあえず他にいる人に話を聞いてみましょう。脱出はそれからよ。サイモン。ドラクエ4でも聞いた名前ね。ラーの鏡か。怪しいわね。こっちにも何かあるみたいですね。行ってみましょう。王様がここに。これはドラクエ5のあのシーンが蘇るわね。一通り見ましたけどどう逃げます？抜け出すヒントは壁ね。壁？おお、隠しの道か。おお、街だね。逃げ出したのはいいけどどうします？
とりあえず状況を分析すると、王様は二人いてどちらかが偽物。それを確かめるのはラーの鏡が必要だ。鏡は南の洞窟にあるらしい。まずはそれを取りに行くことにしよう。そうだね。ラーの洞窟は時間がかかりそうなのでカットするわよ。というかこのメンバーも強くなったわね。少し前まではヒャド杖だったのに。そうだな。ゆかり様は変わらないがな。逆に遊びの頻度がどんどん上がっていってるよ。これから強くなっていくのよ。カット。とうとうたどり着いたわね。もう死にそうだ。ミミックが出た時はもう絶望しかなかったわね。ガタガタブルブル。でももうこれで終わりよ。リレミトで帰りましょう。夜に城に忍び込んで王の正体を暴くわよ。ここからは厳しい戦いになるぞ。万全の状態で行かなくてはな。では、夜までカットします。では行きましょう。夜に出歩くのってワクワクするよね。まあ、真正面からは無理だろうな。裏口から王の部屋に行こう。町の人の話によると夜は一人で眠っているみたいよ。だから援軍が来る心配はないわ。王の部屋ってどこにあるのかしらね。あれじゃないの？ああ、そうみたいだな。じゃあこれどうやっていくの？この城をくまなく探索してみなさい。そうすれば道は開かれるわ。お、ここかな。リンゴだね。もうあんたに明日なんて来ないわよ。美しく残酷にこの世からいね。うわ、キモい。ボストロールか。打撃を得意としたトロルたちのボスね。見た目からわかるようにパワーがすごく高い魔物よ。しかも知能も持ち合わせていてルカナンも使用してくるわ。そこから痛恨の一撃だったらしを覚悟した方がいいわよ。なるほど、ならスクルトで防御力を高めていけば、勝てるな。よし、スクルトのおかげでダメージはほとんどないわ。あとは大スクルトで攻撃力を高めていけばいいね。このうんこ野郎、大事な時に眠りやがった。霊夢。シュッシュッ。うでぇ、殺してぇ、落ち着け、バイキルトがかかったお前が殴ればゆかり様は死んでしまう。ここは抑えるんだ。何せに霊夢にダメージが来てるわね。くそ、ここでルカナンか、霊夢のライフが危ないな。ゆかり様はまだ落ちないの。タイミングきついよ。し、死を覚悟しておくか。危ねえ。助かったわ、ジェン。あと今頃お目覚めね、ゆかり。しっかり寝たわ。こいつ殺してもいいかな。今はまずいから後でね。ごめんなさい。まともに働きます。多分。今思ったのだがルカナンには魔法カンタで跳ね返せばよくないか？
確かにそうね、回復は薬草があるし。くそ、センサー、攻撃の要を失ったのは普通はね。世界樹の歯もセンサー持ってるし、眠っていてもらうしかないな。勝てるか？僕とロールに。かなり相手も消耗してきてるはず。あとは任せたわよ。残念、倒せてしまいました。では、今回はここで終わろう。そうね。ご視聴ありがとうございました。実況を始めていきます。前回ボストロールを倒した時に手に入れた変化の杖をここであるものと交換する。その前に効果を説明するよ。これを使うと魔物から人間まで好きに姿を変えることができるよ。ちなみにこれを使ってボストロールは王になりすましていたわ。え？交換できるものは骨かよ。これとオーブは関係あるのかしら。とりあえずフィールドで使ってみて。まあ、苦労して手に入れたものだからね。意味がなければ困るわ。南に85とか示していますけど、どういう意味なんです？この数値は昔、航海によって沈んだ幽霊船の場所を示している。その幽霊船にもあるアイテムがあるわ。ふん、とりあえずこの骨を使ってその幽霊船に行ってみましょうか。というより骨がぐるぐると回り出して船の場所を示すなんて、なんだか気持ちが悪いね。しかも正確な数値を示してくれるっていうのがね。ああ、とりあえず幽霊船までカットよ。やってきたわ、幽霊船。なんだか音楽も船内も幽霊船って感じがするね。とりあえず船内を探索していくか。これの4コマ漫画見たことあるな。どんなの？わしの船は沈まぬのだって言ってて勇者が、でも沈んだんだよねと聞き返す。そしてその時に返答されたのが、そうなんだ。どういう意味ですか？簡単に言うと、そうなんとそうなんだをかけているギャグね。しかも絵も笑えたからなおさらね。4コマ漫画は優秀な作品が多くて笑わせてくれたよ。ああ、そういえば近くのブックオフでも105円で売られてたな。皆さんにもおすすめするわ。見かけたら見てみるといいわ。おお、宝箱がいっぱい。そんなにがっつくとミミックに食われるぞ。食われたわ。嫌だ、ザキが嫌だ。ザキが来る前に殺すわよ。倒しきれなかったわね。うわ、セセーフ。助かったわね。よし殺すわよ。周りの宝箱も見とこ。またミミックが出たら知らんぞ。セーフだったね。
これが重要アイテム？ええー、あるところで使うと牢獄への道が開かれるわ。牢獄？ああ、そこにはある人物の遺品がある。じゃあ、そこまでカットで。ここで使うわ。このリア充の思い出を使うのね。怖い曲だね。え、どう使うの？これはタイミングがあってね。タイミングよくメニューを開いて思い出を使うのよ。よし、もう一回。いけた。ここで使うんだ。エリックか。神狩りゲームを思い出すな。これで進めるようになったね。とりあえず左に進んでくれ。そして牢獄に入るんだ。左にメダルがあるわよ。そのあたりを探してみなさい。あとは右下に進んで地面を調べるとある剣が出てくるわ。今度もオーブじゃないのね。オーブは次回取りに行くことにする。今回は剣を手に入れたら終わりにするぞ。この死体はところどころで出てきたサイモンという戦士の遺体でな。サイモンの剣は封印されしネクロゴンドへ行くための鍵となるんだ。まあ、そのあたりは次回になるわ。では、これで終わりにするわ。ご視聴ありがとうございました。